一般的に重力は質量を持つものに働く力だと考えられています。重力の働きは体重計に乗って自分の体重を確認するとよくわかるものです。体重計の数字はあなたの質量に対する地球の重力、つまり地球上でのあなたの体重を表しています。そういった重力の力は理解しやすく、重力は単純なもののように見えるかもしれません。しかし重力というのは非常に謎めいた存在なのです。実は重力とは何かを説明するのはかなり難しいと言えます。というわけで今回は未だに解明されていない重力の謎を6つ紹介します。最初の謎は重力がなぜ生まれるのかについてです。まず重力とは、地球上で物体が地面に引き寄せられる力、いわゆる重さの原因を作っている力のことを指します。重力というのは実はかなり謎めいた存在で、こうした力が働いている現象が重力だと説明はできますが、それがなぜ生まれているのか、どんな原理で働くのかは未だに謎に包まれています。20世紀最大の天才理論物理学者であるアインシュタインは、そんな重力について革新的な論文を発表したのです。アインシュタインが提唱した一般相対性理論では、重力はなぜ生まれるのかという謎についてとある仮説が立てられています。それが、重力とは質量を持つ物体によって生じる空間の歪みによって引き起こされるものであるというものです。これはどういうことか分かりやすく説明しましょう。例えば大きなふかふかのソファーの座面を空間だとします。ここに重いボールを置くと、重さでソファーにはくぼみができます。近くに軽いボールを置くと、軽いボールは空間を転がり、くぼみに向かって転がっていき、2つのボールはくっつきます。このように空間が歪んだことで、本来あるべき空間の一部が失われると、その分だけ2つの物体に引き寄せ合う力が生じます。そしてこの引き寄せ合う力こそ重力だとアインシュタインは提唱しています。確かにこれはあたかも軽いボールと重いボールの間に重力が働いているように見えます。この理論によれば、我々も存在しているだけで日々空間を歪ませ重力を発生させているということになるのです。ただ我々が引き起こす空間の歪みは非常に小さく、日常的に体の周りに別の物体が張り付いてくるようなことは起きません。現在重力が生まれる理由としては、この仮説が最も有力であり、この理論をもとにその他の重力の謎を解明しようと研究が行われています。しかし一般相対性理論を証明するとなると、空間や時間がどのようなものなのか、それらが本当に歪むのかという説明が不可欠です。ですが時間と空間を合わせた時空間と呼ばれるものは、いまだに理論で説明することのできない、いわば概念でしかありません。そのため一般相対性理論は証明には至っておらず、あくまでも有力視されている想像上の話止まりです。実際に重力がなぜ生まれるのかは未だに謎のままとなっています。これらを理論的に説明したり、重力が生まれる理由を解明したりするのもまだまだ先のことになるでしょう。次の謎は原子重力波についてです。その前にまず重力について補足説明をしなければなりません。実は一般相対性理論では、重力は時間と空間の歪みが波となり、その波が高速で空間を伝わることで発生すると予測されているのです。そしてこの時発生している歪みにある波のことを重力波と言います。ただこの重力波は非常に微弱にしか発生しないため、天体のように密度が高く質量が大きい物体が放射したものしか観測することはできないとされていたのです。しかしこの重力波は1980年代には間接的にその存在が、2015年には直接検出により、その存在を証明することに成功しています。そんな重力波はあらゆるものをすり抜ける性質を持っているため、どんなに時間が経過しても重力波は宇宙空間にその波が残っていると考えられているのです。その証拠に、これまで観測された重力波は13億年前に発生したものでした。宇宙誕生時に発生した重力波
それこそが今回紹介する原子重力波です。原子重力波も宇宙のどこかに今でも残り続けていると考えられています。ただこの原子重力波の存在は未だに確認されておらず、果たして本当に残っているのか、残っているなら一体どのような現象により生まれた波なのかなど、思いつく限りの全てが謎のままの存在です。しかしこうした重力波には非常に重要な情報が詰まっており、波の大きさによって発生源の物体の大きさを予測したり、その波を生み出した現象がどんなものだったかを予測したりできます。つまり原子重力波を観測できれば、宇宙が誕生した時に何が起き、どのようなプロセスで今の宇宙ができたのかを知ることもできるのです。現在この原子重力波はまだ都市伝説のような存在に過ぎませんが、重力波の観測に成功した今、もう人類がそこにたどり着くのも時間の問題でしょう。現在謎に満ちている原子重力波の存在やその内部の情報といった部分も近い将来明らかになるかもしれません。次の謎は量子重力論についてです。まず物理的世界の万物はたった4つの素粒子の相互作用だけで説明することができます。それが電磁気力、弱い力、強い力、重力の4つで、これらはすべて素粒子の間に相互に働くものです。実はこの4つの力のうち、重力を除く3つは量子論と相対性理論の両方で説明することができます。しかし重力だけはミクロ世界の振る舞いに矛盾があるため、量子論で未だに説明ができていないのです。つまりもしかしたら今までの理論は間違っているかもしれないということになってしまいます。量子論と相対性理論は現在の物理学界を支える二大巨頭の理論です。この2つで4つの力を全て説明できないのであれば、どちらか一方の理論が破綻しているということになってしまいます。そこで研究者たちはこれまでの研究が全部白紙になるかもしれないと思い、一般相対性理論を量子論の枠組みで辻褄の合うように作り直そうと思い立ちました。それが量子重力論と呼ばれるものです。ただこの量子重力論は構築が試みられてはいるものの、全くもって完成していない謎の理論。要はこんな理論が立てられたら解決するのになという希望的観測、かつその候補となる仮説たちの総称が量子重力論ということです。ちなみに候補とされている理論はいくつかありますが、どれも矛盾点があるため採用には至っていません。現在最も有力視されているのが超弦理論と呼ばれる説です。物質の根本的な存在は長さのある紐だとし、その振動や回転が素粒子の振る舞いを与えるとする仮説です。これであれば重力の量子論としても矛盾はないとされていますが、そもそも超弦理論自体が数学的に難解なため、未だに完成には至っていません。次は、重力の弱さの謎についてです。実は重力は、基本相互作用の4つの中でも最も弱い力で、重力が関係していると考えられている現象も非常に弱いものとなり、現在の技術レベルでは観測できません。そのため、重力に関する基本原理は未だ解明されておらず、多くの部分が謎のまま残っています。例えば、冷蔵庫にくっつく小さな磁石を思い浮かべてください。わずか数グラムの小さな磁石でも、重力に逆らって冷蔵庫にくっつき続けます。この磁石がくっつく力は、4つの力のうちの電磁気力が作用しているもの。つまりこの時、重力は電磁気力に負けていることになります。しかも重力は地球という巨大な物体に働いている力にもかかわらず、わずか数グラムの磁石が生み出す力に負けているのです。当然この謎は研究者の間でも話題となり、活発に研究が進められています。ですが現在でもなぜここまで重力が弱い力なのかは、その理由は謎のままとなっているのです。ちなみに4つの力の中には弱い力と名付けられている力もありますが、重力と比べれば弱い力の方が圧倒的に強いと言えます。それぞれの力の大きさを比率で表すと、電磁気力を1とした時に強い力が10の6乗、弱い力は10のマイナス4乗なのに対し、
重力は10⁻³⁶ 乗という規格外の小ささなのです。さらに謎を深めているのは、重力は地球の公転や太陽系を支えている重要な力であるということ。非常に大きな物体から広範囲に作用しているのに、どの力よりも弱々しいのです。この矛盾が重力の謎を深くさせ、同時に4つの力の統一性を著しく損なっています。せめて他の力からかけ離れない程度の弱さであれば議論の余地はありましたが、ここまでかけ離れていると謎でしかありません。ちなみに重力が弱すぎるというあまりに不可解な謎に、実は重力は別の次元から漏れ出てきた力、あるいは別の次元に漏れていってる力なのではないかという説まで存在しています。要するに、あまりに重力が弱すぎるから、そのほとんどがどこかにあるはずだと考えられたわけです。現在、重力と他の3つの力を統一の理論で語ろうとすると、次元を追加するしか方法がないため、決して奇想天外な説でもありません。一応重力波の観測により、これ以上の次元は存在しない可能性が高いとはされていますが、そうするとまた重力の謎に対する理論が崩れてしまい、一つの謎が解けるとその数倍の謎が生まれそうなので、謎は謎のままの方が良いのかもしれません。次は重力子の持つある謎についてです。まず基本相互作用の4つの力のうち、重力以外の3つの力はすでに発見されている素粒子を媒介として作用していることが分かっています。このことから研究者たちは重力の媒介となっている素粒子の研究を行いました。ただそのような素粒子は今のところ発見されていません。しかしここで一つ問題になってくるのが量子論の存在です。重力を量子論に当てはめる際に欠かせないのがこの素粒子。そこで生まれたのが仮説上の素粒子である重力子です。重力子は仮説上の素粒子で、発見もされていなければどのような性質を持っているのかという理論すら未完成のものです。にもかかわらず、宇宙論や星の進化の研究において中心的な役割を担っています。つまり一般相対性理論による重力の発生原因が正しければ、この重力子の存在が危うくなるということです。一般相対性理論では、重力は時空の歪みの結果として現れるものだと説明しました。これは素粒子のやり取りとして力を解釈する量子力学とは性質が全く異なります。そのため重力を量子力学の持つ媒介とする素粒子が存在するという考え方に重力を組み込むことがそもそも不可能なのではないかという説があるのです。もしそれが正しければ、これまでの宇宙論などの研究が台無しになるかもしれません。つまり重力子は存在すら分かっていない謎に包まれた素粒子で、現在の物理学には不可欠なものであるにもかかわらず、存在しない可能性すらも示唆されている、あまりに難しすぎる素粒子といえます。また仮に存在したとしても、観測することは不可能ではないかと考える人も多いようです。現在の理論でも、仮に存在したとしても検出はできない、なかったとしたらこれまでの研究が全て無意味になる、もはや重力子にまつわる謎を解明したいのかしたくないのかわからなくなるくらい複雑な状況です。ただ重力子の謎が解明されれば、重力そのものやブラックホールなどの宇宙の大きな謎を解く鍵となるのもまた事実です。いつか重力子の存在が明らかになった時、現在語られている研究内容の一体どこまでが覆されるのでしょうか。最後の謎は、重力は本当に存在する力なのかという謎についてです。これまで見てきたように、重力は限りないほど謎に包まれた力、また現在最も優れた理論とされている一般相対性理論も未だ証明には至っておらず、量子力学との相性の悪さ等の弱点も発見されつつあります。そもそも重力という力が存在するのかを疑問視する人がいても不思議ではありません。実際、オランダの物理学者エリック・ガーリン博士が2009年に発表した論文では、重力を基礎的な力とみなさないとする考え方が提唱されています。その論文によれば、
重力は基礎的な力ではなく、エントロピーによって創発された力、つまり他の基礎的な物質の活動に付随している現象だ、とのことです。要するに、重力という力はもともと存在していたわけではなく、何らかの活動の結果発生した現象、つまり引き寄せられるという結果を我々が重力として認識していただけだ、という主張です。その前提にある原因が違えば、結果にも違いが出てきますし、もちろん他の3つの力と食い違いが出るのも当然。ただもちろん、この論文は当初多くの批判を浴びていました。何しろ重力は存在するという常識は何百年も前から定着していたのですから。しかし2016年に行われたとある実験で、この仮説がアインシュタインの理論の観測結果と一致することが判明し、世界に衝撃を与えました。しかもこの仮説は従来の仮説と異なり、自由な変数ダークマターの存在も無視した内容でした。つまり従来のものよりもシンプルであり、いくらか優秀ということになります。ダークマターとは、質量はあるが観測できないとされている宇宙空間にある謎の物体。実はこれは銀河の回転速度が計算より速いために、研究者たちが辻褄合わせに考え出した仮説上の物質なのです。ダークマターについて気になる方はこちらの動画もご覧ください。したがってこれを使わず、従来と同じほどの正確さを持つこの仮説は非常に優れており、一歩先を行っています。これまでの、そしてこれからの研究に大きな影響を与えるとんでもない仮説であることは間違いありません。もしこの論文通り重力が独立した力ではなく、何らかの活動の結果に起きた現象だったとすれば、これまで行き詰まっていた多くの研究が目覚ましい進展を遂げる可能性が高いと言えます。一般相対性理論で説明できなかった重力の謎や量子力学との折り合いの悪さも改善されるはずです。もちろんこの論文はまだ発展途上であり、実証テストも重ねなければなりません。ですが従来の考え方に一石を投じるこの考えは、確実に科学の発展に寄与するでしょう。果たして本当に重力は存在するのでしょうか。この大きすぎる謎が解明されれば、人類の英知がさらに発展すると思うと、ワクワクして夜も眠れません。というわけで、今回は未だ解明されていない重力の謎を6つ紹介しました。この重力の謎についてあなたはどう思いましたか。一般相対性理論は限界に達し、アインシュタインの考えが間違っていたことを示す別の天才が現れると思いますか。そんな天才が現れるとしたら、あとどれくらい先の話なのでしょうね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。